ピーターパンは、イギリススコットランドの作家ジェームス・マシュー・バリーの儀曲、ピーターパン、大人にならない少年、小説、ピーターパンとエンディからなる作品と、そのタイトルロールである主人公の名称。書質は小説、小さな白い鳥。ピーターパンは、ロンドンのケンジントン公園で馬車から落ちたところを、ベビーシッターに見つけられず迷子となったことから年を取らなくなり、 海賊のフック船長やインディアンのタイガー・リリーが住む異世界ネバー・ネバーランドに移り住み妖精ティン・カーウルと共に冒険の日々を送る永遠の少年である。ネバーランドにはピーターと同じように親とはぐれ年を取らなくなった子供たちがおりピーターは彼らのリーダー的な存在である。原作者バリーは金額を決して公表しないことを条件に ピーター・パンの著作権を1929年4月に、ロンドンのグレート・オーモンド・ストリート病院にへ寄付している。バリーは1937年に死去。当時のイギリスの著作権、遺書及び特許法では著作権の保護期間を著作者の死後50年間と定めていたことから、イギリス政府及び議会は1987年12月31日の、 著作権保護期間満了に前後して三百一条へ以下の規定を追加した。三百一プロビジアンス、ホザベネフィットオブザホスピタルフォーシックチルドレンザプロビジアンスオブスケジュール六ハブエフェクトフォーカンフリングオントラスティスホザベネフィットオブザホスピタルフォーシックチルドレングレートオマンドストリートロンドンエライトツエロヤリティインリスペクトオブザパブリックパフォーマンス コマーシャルパブリケーション、ブロードキャスティングはインクルージアンイン、A ケーブルプログラムサービスオブザプレイ、ピーター・パン・バイサー、ジェームズ・マシュー・バリー、オア・オブ・ウェニー・アダプテーション・オブ・ザット・ワーク、ノット・ウィズ・スタンディング・ザット・コピーライト・イン・ザ・ワーク、エクスパイアード・オン・31ショート・トン・ディセンバー1987、第301条小児病院のための特例本法、不足第6条の規定は、 ジェームズ・マシュー・バリー教の原作による演劇、ピーター・パンもしくはその著作物の本案を公に、実演、営利目的の出版、放送、または、優先番組サービスへの提供に対しその使用料の請求権を、原著作権が1987年12月31日に消滅したかいかにかかわらず、ロンドン・シグレート・オーモンド街の小児病院のために、 非信宅人へ付与する効力を有する。小児病院はグレート・オーモンド・ストリート病院の旧称である。この規定は事実上、本作に対して報酬請求権を永続させるものであるが、著作権法は属地的効力しか有せず、著作権の準拠法は著作物の利用地方に従うと理解されているため、イギリス国外における ピーターパンの利用に関して、この規定が適用されることはなく、もっぱら利用地で保護期間が満了しているか否かによる。その後、イギリスでは1995年に EU 指令施行のため著作権の保護期間が、著作者の死後70年間に延長され、本作に対しても訴求適用されたことから2007年までの12年間は、著作権が復活したがグレート・オーモンド・ストリート、 病院事前団体では2007年12月31日の保護期間満了を目前に控えた2004年より、ピーター・パン生誕100周年記念事業として、正規の続編執筆者を公募。その結果、児童文学作家ジェラルディン・マコックランの書いた、ピーター・パン・イン・スカーレットが、原作と同様、一切の権利を財団に譲渡することを条件として2006年に、 オックスフォード大学出版局より刊行された。日本語版は同年11月30日に小学館より刊行1924年の映画ピーターパンのポスター。ありがとうございます。